Bentornati ragazzi a quello che sarà il mio quinto episodio dedicato alla modalità storia di Dragon Ball Xenoverse 2. Allora, nello scorso episodio abbiamo sconfitto la squadra Ginyu, Tarles e Slug che cercavano di metterci bastoni tra le ruote e abbiamo salvato Trunks dal fatto che Ginyu gli aveva rubato il corpo. Adesso proseguiremo la nostra avventura, però prima di iniziare io vi invito a spolliciare a più non posso per l'episodio e se non siete ancora iscritti al canale, amici, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così da non perdere nessuno dei prossimi video. Mi raccomando, ci conto, eh? Allora partiamo subito, parliamo col vecchio Kaio. またしても歴史の改変が起きようとしておる。宇宙の帝王フリーザ、トアはこやつにも力を貸しておるようじゃ。ターレスとスラックもおるじゃろうし、なかなか骨が折れそうだわい。トランクスたちは先に行ってミラの行方を追ってるわ。この前はちょっとかっこ悪かったけど、トランクスと彼のパートナーの実力は信用できるわよ。あの二人が追っているうちはミラもそうそうあなたに手を出せないはず。だが油断は禁物じゃぞ。なんといってもあのフリーザじゃ。ほんとに恐ろしい相手じゃぞ。よいか、お前はまだまだ半人前。くれぐれも無理せず無事に戻ってくるようにな。心配だって素直に言えばいいのに。うるさい。ふん、まあ頑張ってこい。Guadagnare tempo, la lotta di Nail. Wow. Ok. すぐにドラゴンボールの願いの叶え方を教える気になるでしょう。フリーザはまだ気づいておらんが、ネイルは時間稼ぎをするつもりじゃ。今ベッテがご飯らのもとへドラゴンボールの合言葉を伝えに来ておるからも。だが今のパワーアップしたフリーザの相手を一人でなどひとたまりもない。お前がネイルを助けて時間を稼ぐのじゃ。気をつけてみちゃうぞ。無傷のうちに喋っておけばよかったと後悔しますよ。本来なら3人でドラゴンボールを使うなんぞ賛成的にことだな。もうそれはすでに決まっている口なんだから、とやかく言ったってしょうがないかな。ワンカットワイ。これが最後の警告に決まって、いい加減にドラゴンボールの願いの叶え方を言いなさい。死ぬことになりますよ。もうお前がそれを知っても無駄だ。OK、 l'abbiamo quasi sconfitto。地球人たちの手に突っ込んだ。お前が死んだ。合言葉を伝えにな。ただの時間稼ぎだったのか。よし、そろそろいい時間じゃろ。次はターレスとスラックを探し出して。ちょっと待って、ターレスとスラックドラゴンボールのそばにいるみたいよ。なんじゃろ、ご飯たちのドラゴンボールを奪いに来よったのか。
Oh, dai, l'abbiamo trattenuto bene, dai, Freezer. Non ha fatto praticamente nessun danno quasi a... a Nail. Quasi. Come non detto. この時間のない時にわざわざ戻ってこさせるなんて、お前何考えとるんじゃ。はい、じゃあこれね。もう一回行ってらっしゃい。は？はあ？だから簡単な話よ。もう一回、今度は少し前の時間にタイムスリップすればいいの。な、そんなことできるのか。なんとなくせこい気がするぞ。何バカなこと言ってるのよ。私たちの使命は歴史を守ることなんだから、手段なんて選んでられないでしょ。ってわけだからよろしくね。気をつけていってらっしゃい。待ってたぜ、この瞬間を。ドラゴンボールで永遠の命を手に入れれば、もうこっちのもんだ。新生児の身でパワーアップを繰り返せば、いずれ、無論、カカロットも敵じゃない。全宇宙が俺にひざまずくのだ。ドラゴンボールを渡せ、ターレス。狙いは同じってわけか。宇宙の支配者はこの俺だ。お前にもここで死んでもらおう。またお前か、しつこいやつだ。ここはどうだ。一時休戦というのは。まずはこいつを片付けるか。ふん、俺たちの邪魔をしたことを後悔させてやろう。Volevi? Tempo ci vogliono saga. Aia. Porca miseria. No!
腹にもなく甘かった。はっ、何がおかしいんだ。オッケー、こんなに強大な力を手に入れてしまったのだからな。ロアン、ペスチトワースラグ。実に喜ばしいことだ。こいつを片付けたら次はお前だ。ce la facciamo? 覚悟しておくんだな。隠れ者同士仲良くしようぜ。お前が俺の従順な部下になるというのなら考えてやってもいいわな。所詮相手はせんのだ。cavolo, l'ho mancato。この戦いは危険すぎ。二人には離れてもらった方がいいだろう。ここは任せて。ドラゴンボールを持って離れろって、そんな。ゴン、俺たちがここにいるとかえって邪魔になる。そいつに任せた方が良さそうだ。わかりました。すみません。誰だか知らないけど、悪いな。オンに切るぜ。なんだ。踏み上げてくる。この年黒い力は。まだ何か仕掛けてやがる。Ok, ci stanno bastonando.Lag è andato, tocca a Tarles adesso, vediamo. Cavolo, mi sono fermato tipo 2 centimetri più. Vabbè. Porca paletta, forse è meglio usare una capsula. Alla faccia! L'ho mancato! ミラはあの人に任せておけば大丈夫です。とにかくこっちを先に片付けましょう。Avvelenato entrambi.
最後の力は凄まじかったのう。しかしこれで奴らも終わりじゃ。俺はもう一度ミラの元へ向かいます。そうね、頼んだわよ。あなたはゴハン君たちの方ね。すでにフリーザとの戦いが始まっているはず。さっき空が暗くなっていたから歴史通り二人がドラゴンボールを使ったんだわ。いやいや、フリーザも本気を出してくるじゃろう。くれぐれも気をつけるんじゃぞ。Paura multiforme, il grande Freezer, ok. Porca! Ah, boh, boh, non ha attaccato me. Almeno quello.苦労させてドラゴンボールで願いを叶えてもらおうからな。すまなかったな。お前たちを助けられそうもないわ。約束ですかね。地獄以上の恐怖を見せてあげる。真の力を見せたフリーザはただでさえ別格じゃというに、とはさすがコップの力を貸し取るな。もう少しで悟空が来るはずじゃからの、No, è troppo lontano. スーパーサイヤ人だ。相変わらず人間に必要な。ちょっと本気でスピードを上げたらついてくれるな。ちょっと脅してあげる。これでもスーパーサイヤ人だ。ベジータ、è andato。戦う気がまるでなくなっちゃったようだね。ちょっと早いけど、俺にもちょっと。そこまで進まなかった。あんたはオラが何とかする。今度は死ぬかもね。フリーザ、ちょっと脅してあげます。最悪の星、惑星ベジータを破壊しやがった。頼む、フリーザを倒してくれ。ベジータ、まだ捕まってなかった。しぶといやつだったね。Sì, per schivarlo l'ho preso in pieno, va bene. これは元気玉じゃな。
これならフリーザを倒すことができる。はい、もうだ。Ottimo ragazzi, allora direi di concludere qui questo quinto episodio. Spero che il video vi sia piaciuto. Come avete visto, abbiamo sconfitto Tarles e Slug e abbiamo iniziato la battaglia finale con Freezer. Adesso è arrivato Goku, l'abbiamo colpito con la sfera Genkimada o Genkimada, come volete, e poi vedremo che cosa ci aspetta nel prossimo episodio. Allora, prima di cominciare io vi invito a spolliciare a più non... Sì. Allora ragazzi, io vi invito a spolliciare a più non posso per l'episodio. Se non siete ancora iscritti al canale, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche, così da non perdere nessuno dei prossimi video. Io vi ringrazio ancora e noi ci risentiamo al mio prossimo video. Ciao ciao e grazie!